ちょうど今大阪梅田行きの普通7008編成がですね、発車していたところですが、今来ているところ、このウォーキング動画としては初登場、阪急神戸線向こうの総駅であります。その向こうの総駅ですけれども、このようにですね、対面式のホームになっていてですね、通勤急行がですね、停車する駅なんですね。今立っているところがですね、西宮北口、神戸三宮方面なんですが、その転倒車両付近の方に、自販機ですね、そしてその先頭からですね、少し離れたところにお手洗いがあるんですね。新商社用のですね、バリアフリーに対応したお手洗いが、そしてこの向こうの総駅の改札の方はですね、このように両方向ですね、あってですね、ちょうどですね、こちらが南改札ということなんですね。そしてこちらの方に階段があるんですが、ここから北改札の方へと行くことができます。6号車付近の方にはこのようにエレベーターがですね、あってですね、このように両方向でですね、エレベーターの方で移動することができます。改札の方は、北とですね、南の改札、両方向1箇所ずつなんですが、先を進んでくるとですね、このようにホームが伸びているということですね。そして、神戸方面のちょうど5号車付近には待合室があります。一方で大阪梅田方面の方はちょうど今通勤特急が通過しています。ちょうど今通勤特急が通過してきましたが、大阪梅田方面は4号車付近の方に待合室があります。ちょうど今ですね、阪神バスが止まっているんですが、阪急向こうの総駅の南出口の方へと出てきました。すぐ目の前にですね、駐輪場があるんですが、そしてですね、改札を出てすぐの、出たところすぐにですね、このように地図があります。で、今いるところはですね、こちらになるんですけれども、先をですね、進むとこのようにスロープになっていて、 KFC ケンタッキーフライドチキンがあるんですね。手前にあるともですね、非常に珍しいんですけれども、その周りの方にはですね、金融機関がいっぱいあってですね、そこから西宮北口方面へと進んできてですね、市道を経て日本松公園があるんですけれども、先を進むとですね、西向こう公園があるんですね。降りれるから、はいはい、こちらが阪急向こうの総駅の南改札のですね、駅舎になります。ちょうどですね、その右側の方に向こうの総南部土地区画整理企業の完成記念碑がですね、置かれてあったんですね。ちょっと人がいらっしゃいましたんで、ちょっと黙ってという形になったんですが、その駅の周りに行くと、このようにバスターミナル、いわゆる阪神バス尼崎市内線のバスターミナルが広がっているんですね。そのバスターミナルの向かい側に行くとですね、このようなですね、広場が広がってくるんですね。しかもその真ん中の方にですね、水があるんですけれども、このようにですね、船の形をしたモニュメントが置かれてあるんですね。南改札の手前には向こうの総南部土地区画整理記念碑、当時の尼崎市長であられた篠田隆義氏の金書が置かれてあります。そして4番乗り場のですね、無正面なんですが、向こう側になるんですが、花の駅噴水塔はこだましての火が置かれてあるんですね。石碑となります。阪神バス尼崎市内線、いわゆるですね、阪急向こうの総南の、バス乗り場ご紹介しておきたいんですけれども、ここからはですね、15号の幹線系統阪神尼崎行きが出ていてですね、あと JR 尼崎宮の北団地向こう営業所阪神出屋敷の、地方線ですね、運行されているということなんですね。その南改札のいわゆるケンタッキーフライドチキン側には、向こうの総駅南の公衆便所、いわゆるトイレもあるんですね。向こうの総駅の南改札から西側を歩いてきます。すると手前にもう、自転車のですね、有料駐輪場があります。こちらはですね、一時利用のですね、ロック式になっているんですけれども、実はですね、その駐輪場の西側にあるんですけれども、平成4年4月に向こうの総桜保存会がですね、設置した NHK モーニングワイド生中継防衛記念植樹がですね、あるんですね。
この食事がですね、記念食事ということになるんですね。その駐輪場の向かい側にはですね、レンガのような形をした尼崎市の向こうの荘第一駐輪場があって、そこからですね、このように、歩道がですね、広がっているということなんですね。向こうの荘駅のいわゆる南西側になるんですけれども、ちょうどですね、商業施設があって、その手前の左側の方に柿安の切符売り場があるんですね。まずは阪急神戸線のいわゆる左側にあたるこちらの道路から進んでくることになります。まあ、こちら周辺はですね、スーパーがあり、あるいはですね、このようにコメラコーヒー店があったりしていてですね、本当に商業施設がですね、いっぱい立ち並んでいるところになるんですね。先を歩いてくると南向こうの荘1丁目の交差点が見えてきます。まずはここから、西の方へと向かって天保線の方を目指して歩いてくるということになります。今は南向こうの荘方面を歩いてるんですけれども、そうするとですね、このように、踏切があってですね、その手前にですね、このように小さな川が流れてるんですね。ちょうどこちらがですね、生杉の橋ということになります。ちょうど今、通勤特急の神戸新海地域7線10編成通ってきたんですが、漢字はこのように書くんですね。生放送の生に、津に、そして荷、そしてひらがなのに橋ということで、このようにですね、これが生津荷の橋ということになります。南向こうの荘2丁目の住宅地を歩いてくると奥の方に天保線の高架が見えてきました。一つの目安となる天保線の姿が見えてきましたね。天保線の高架のトンネルをくぐってきました。この周りにもですね、ちょっとアジサイがですね、まだ残っているという印象なんですけれども、で、ここでですね、住宅地阪急神戸線沿いの方へと出てきましたが、ここで踏切を渡ることとなります。このようなほんの小さなですね、踏切なんですけれども、実はこちらは森部東第二踏切道になります。その踏切を渡るとですね、その左手の方に公園が見えているんですね。ちょうど今電車が通過してきます。そうすると、その左手の方、踏切を渡って、今度は向かって右側になるんですけれども、このように公園、広い公園が見えてきますが、こちらが二本松公園であります。ちょうど今、電車が通っていたところですけれども、こちらが二本松公園の正面になります。その左側の方がですね、広場になっていて、今ですね、グランドゴルフの場合ですね、後年の方が楽しんでいらっしゃるんですが、右手に行くと、このように遊具類、その手前の方にですね、実はお手洗いがあるんですね。そのお手洗いを過ぎると、その手前に、まあ、さっきでもですね、映していましたが、このようなコンビ遊具、大きなコンビ遊具があって、動物系遊具、そして、その正面の向かい側の方にはですね、傘の形をした屋根のついた待合場所と健康遊具、そして奥の方にもですね、休憩場所があって、このような感じでですね、広場が広がっているということですね。こちらがですね、北側の入り口になるんですけれども、その左側、向かって左側の方に行くと、このようにですね、ベンチがですね、置かれていてあって、そしてですね、緑の屋根のついた休憩場所があります。そして向かって右側に行くとですね、大きな木ですね、こちらがクスノキなんですね。実はこのクスノキは天ヶ崎向こうライオンズクラブが昭和56年4月に設置した木ということで、この木が置かれてあるんですね。そのクスノキの周りの周辺の右側に行くと、また児童遊具がですね、揃っているところに入ってきます。その広場の手前の方には手洗い水道があって、ツインの滑り台、そして右手の方に動物系遊具がついた、柵のついた砂場なんですけれども、ちょっと雨の影響でですね、まあ、ちょっとドロンコ状態になっているんですけれども、まあ、使えないという状況なんですけれども、そして西の入り口の手前にブランコと鉄棒があります。
まさに夏を迎えてですね、セミの鳴き声がですね、本当に大きくなってきたような印象なんですけれども、日本松公園を後にして北の方へと向かって、しばらく住宅地の中を歩いてくることになります。向こう町の方へと入ってきました。その先を進んでくると向こう町一丁目西の交差点が見えてきます。交差点を渡るとですね、北側の方にこのように自販機がですね、多数並んでいて、飲み物ですね、ソフトドリンク類がですね、100円でほぼ買えるというのがですね、嬉しいですね。中にはですね、日本を買うと40円キャッシュバックしてくれる自販機もあるということで、本当に嬉しいですね。ちょうど向こう町1丁目のですね、住宅街を歩いてるんですが、向かって左側の方にですね、このように小さなですね、水路があってですね、このように小さな橋がかかって、住宅地がですね、住宅があるということなんですね。そうしていると左手の方に公園が見えてきます。こちらから入ることにしますけれども、その左手の方がですね、実はスロープになっていて、ベビーカーや車椅子でもですね、入れるような環境になっているんですけれどもね、入ってくるとこのようにですね、広場が、広がってきます。いわゆる正方形型の広場ですね。そしてその向かい側の方にはですね、このように待合場所、休憩場所があるんですが、ちょうど今こちらが立ちかかってきた、入ってきたところが栄町公園であります。このようにですね、高台式になっていてですね、その一つ上がってくると、階段を上がってくるとブランコがあって、そして柵のついた、円形のですね、砂場、このような緑の木々のやりのついた休憩場所があって、右手の方に行くと滑り台が2つ、そしてですね、ブランコがあって、このようなですね、遊具類が多く、設置されているところですね。そしてその北側のいわゆる北西側にあるんですが、こちらには小さなお手洗い、そして手洗い水道があります。そしてこれが栄町公園、いわゆる北西側の入り口ということになります。このようにですね、この入り口もですね、このスロープになっていてですね、快適に自転車でもベビーカーでも車椅子でも公園の方へと向かっていくことができるんですね。栄町公園を後にして向こう元町の方へと入ってきました。狭い道のですね、住宅道路をですね、歩いてきたんですが、そうすると左に曲がってきます。そうするとですね、右手の方に公園のようなですね、神社が見えてくるんですね。そうすると見えてくるのがですね、こちらが津佐尾神社になります。伊佐尾神社のですね、小さな境内が見えてくることになります。その境内に入って左手の方に行くと、東向こう会館、東向こう津佐尾神社社務所、同人憩いの家があります。そして右手の方にですね、このようにですね、小さなベンチがですね、置かれてあるということになります。そしてその右手のですね、向かい側の方にはこういうですね、東向こう津佐尾神社奉賛会が設置した碑が置かれてあります。いわゆるこちらも平成7年1月17日こちらもですね、実は阪神淡路大震災でですね、瓦の一部がですね、屋根とですね、鳥居がですね、倒壊してしまった場所なんですね。この辺りもですね、このように、医療機関がですね、多くあって、薬局、そして手作りの、店もあってですね、薬局もですね、この辺りはあるということになります。そして右手の方にはスーパーがあって、市道の方に出てくるということになりますね。この辺りはですね、本当にですね、洋菓子店があったり、金融機関があったり、そして薬局がですね、多くあったりしているところなんですけれども、ちょうど西向こう交番前の交差点に差し掛かることになります。そしてちょうど向こう元町のバス停の方へと差し掛かることになります。この向こう元町はですね、45の阪急向こうの総行きしかですね、運行されていないんですけれども、運行本数はですね、地方線、地域線の割にはですね、4本ですね、運行されている時間帯、そして朝方に関しては、もう、ダッシュ並みに3分、最短で5分でですね、運行でやってくる時間帯もあるんですね。
そして先へ進んでくるとサンモール向こう元町、いわゆる商店街に差し掛かってきますが、ちょうど手前にはですね、西向こう団地マーケットというですね、小さな、商店街があるんですね。ちょうどですね、西向こう公園のバス停の方へと差し掛かってきます。この西向こう公園はですね、43-2もですね、ここ通ってくるんですけれども、阪神尼崎行き、まあ、平日の時間帯、そして土曜休日とですね、9時台から16時台まで1時間に1本の割合の運行なんですね。そうすると向こう交通公園前の交差点に差し掛かってきて、その真正面ですね、向かい側の方にですね、このような U バーグのですね、賃貸マンションが見えてくることになります。右手の方に行くと尼崎西向こう郵便局があって、曲がってくるとですね、西向こう公園の正面が見えてきます。ということで西向こう公園に到着になります。こちらがですね、真正面ということなんですが、その正面の手前にですね、ちょうどバス停があって、もう降りて、バスから降りてくるとですね、もう西向こう公園の中に入ってくるということなんですよね。阪急向野荘駅の南改札の方から歩いてきましたけども、この西向こう公園まで、その時間が45分25秒、距離にして2.96キロ、3852歩の314キロカロリーということだったんですけれどもね。まあ、この西向こう公園も正面に行くともうこの信号が見えているんですね。交通公園の雰囲気がですね、醸し出してくるんですけれどもね。この西向こう公園についてはですね、また別の動画でですね、ご紹介していますので、今回は阪急向野荘駅の南改札から西向こう公園までを歩いてきました。